ミネオ TV、ミネオ TV。はい、皆さん、こんにちはです。ミネオです。本日の TGS2022 特大号、こちらで、大の大冒険ゲームプロジェクト、インフィニティストラッシュの、追加情報、こちらも来てましたので、皆さんとね、共有していきたいと思います。はい、まずはじめにドン。はい。こちら、インフィニティストラッシュはストーリーモードとオリジナルダンジョン、記憶の神殿ということで進行していくようです。はい。で、ここで大事なのが、アニメが、100話で完結ということで、43話までの祈願城までが今回ストーリーモードで実装ということなので、一応前編という扱いなのか、ダウンロードコンテンツとして今後来るのか、その辺はちょっとわかりませんが、一応ね、祈願城までのストーリーということでした。そして、なので使えるキャラ、仲間になるのがアバンの人たち、ダイ、ポップ、マーム、そしてヒュンケルということになるようです。はい。ね、残念ながら、レオナさんはこの時点では、使えないということでした。はい。で、ストーリーモードをやっていきつつ、この神殿に潜ってですね、こちらの絆の記憶、このまあ言ったら、ピースのような形でしょうか。はい。こちらに、各能力値的なものが付与されているようで、この記憶を集めていきながら、それぞれのキャラクターを能力アップしていくというような、感じみたいです。はい。そして、そのね、記憶の神殿がこういう感じみたい。いわゆる、まあこういったローグライク的な扱いになってる、まあいわゆるドラクエで言うとトルネコのダンジョンみたいな感じと言ってました。はい。ということなので、プレイするたびに敵や仕掛けが変化する階層ダンジョンということになってます。見た感じね、うん、とても良さそう、うん、良さげでした。なのでここで、記憶のピースを集めて強化していきながらストーリーを進めていくような形になります。ちなみに、神殿の中身はなんかこんな感じでした。はい、えいっていうね。まあ、若干大根のなんか足が遅さを感じるけども、まあそういうのも成長要素によって変わっていくのかなというところじゃないでしょうか。はい、そしてストーリーなんですが、言わずと知れたこのね、日本地図のような、大冒険マップ。これね、今出てるのは3章まで出てますが、まあ一応この章があって記憶の神殿と。いう形になっているようです。はい。そしてストーリー的の中にもね、しっかりこういった形で各キャラクターが出てくる。そしてしかもこのストーリー中めちゃめちゃ喋ります。キャラクターボイスめちゃめちゃ喋る。めっちゃこれはね、感情移入できるんじゃないか。しかもめちゃめちゃかっちょいい。うん、これなかなかいい感じだったと思います。はい。でキャラクター的にもね、大君がねこういう感じであったりということで、衣装も変えれるみたいです。でパーティー編成は、3人1組という形。そして必殺技はまあ基本的にそこまで変えれるか分かりませんが、後々はアバンストラッシュクロスとかそういったものも出てくるかもしれないです。特技呪文に関しても入れ替え可能だと言ってました。はい。で、で絆の記憶ね、これ、6種類セットできるのかな。はい。で、それぞれこれね、大君、はい、ポップさんね、ポップさん。はい、そしてマームさんという形で、それで、こちら、キャラクターの、記憶ということで、こういった形でね、例えば右の謎の人物のジョリックというね、アバン先生だと、HP が増加プラス18、魔法力増加プラス12といった形で、このピースの中にも結構レア度があったりするようなので、結構神殿潜ってね強化していかないといけないのかなという形ではないでしょうか。はい。で今回何がやばいってこれですよね、ヒュンケル。最後ね、ヒュンケルとかとね戦ったりしてたんですけど、うん、まあ調整がまだこれからっていうところもあるんでしょうが、めちゃめちゃ強い敵がめちゃめちゃ強いで、ね、斎藤 V さんもこれ強すぎませんかと言ったら、まあまあ本日のパワーワード、ヒュンケルは強いんです、ね。まあ、アムドされちゃったら魔法通じないしね、もう大君しか攻撃できないしねちょっと無理じゃねっていうね。もうアーカイブ残ってるか分かんないけど、まあ、残って見れる方は見てください。もうめちゃめちゃ強かったです。まあ、ちょっと調整入っちゃうのか分かんないけど、でも歯応えね、
手応えある方が楽しいと思うんで、あれはもうそのままの強さでいっていいんじゃないかと思ってます。はい。で、こちらね、前回も出てましたけど、全世界同時発売、プレステ5、プレステ4、ニンテンドースイッチ&スチームということで、今回、来年の早めにはできたら出したい的な感じ。本当はね、アニメ終わるまでには出したかったんだけどというような形でしたが、まあ、一から全部作り直してたということなので、途中ね、原作のコミックとかも結構使って、でああいう記憶の破片集めとかねできてるので、かなり作り込んでるようです。なのでそこは期待して待ちましょうといったところじゃないでしょうか。はい。玉木さんの方も1周年来てということなので、こちらをやりつつこのインフィニティね、ノンスタイルの井上さんも言ってましたけどね、もう待つのはしっかり待つんで、いいものをぜひ作っていただきたいと言ってましたんで、私たちもそう思っております。はい。今回はね、TGS2022 特大号のインフィニティ情報としてちょっと共有させていただきました。はい。いつもご視聴ありがとうございます。またよろしければ Twitter のフォロー、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。これからまたね、インフィニティ情報、こちらもね、続編あるたびに、情報発信していけたらなと思っております。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。